はいどうも、おしみです。今回ですね、思いつきでやっていく企画なんですけども、それが、配信っぽく喋れば、配信切り抜き動画に見える説なんですけども、まあ大体の VTuber の方が、まあ配信をしているわけですけど、まあもちろんですね、うちみたいに動画でも結構いるんですよね。まあそれを置いといて、まあ配信は、まあメリットもあればデメリットもあるんですけど、まあそこはですね、この動画で言う必要もないと思うんです。それを置いといて、配信は、まあ、リアルタイムで見る人や、当日見れなくても、後でアーカイブとして残った動画を、まあ、見る人は多いと思うんですけど、まあ、大体1時間から3、4時間だったり、まあ、人によっては分割して24時間以上やる人もいるんですよね。いやー、長い。まあ、そんな時にありがたいのが、切り抜き師と呼ばれる方たちが作る切り抜き動画なんですけど、まあ、それをね、ふと思ったんですけど、まあ、それをやることですね。動画でもバーチャルライバーっぽくなれるんじゃねと思ったので、まあ今回ですね、やっていこうかなと思ってます。はいどうも皆さん、はじめまして。鹿児島非公式ご当地盛り上げ系 VTuber の牛見と申します。今回ですね、配信がちょっと初めて、ちょっとイントネーションしてますね。配信を始めてやるということで、まあ、ちょっと、4月の30日に牛が初めて、まあ、鹿児島の方なんですけども、テレビ番組に出たと言っても過言ではないんですけども、KKB 鹿児島放送という鹿児島の、ローカル局がやっている動画配信アプリカプリという、まあ、アプリがあるんですけど、その中で、毎週金曜夜9時にやっているカプキンという番組に出た時のちょっとですね、裏話的な話をちょっとしたいと思います。まあ、あの番組の中で、VTuber はと聞かれて、まあ、答えたのが、ソフトバンクホークスの、公式 VTuber の海ひなチャンネルさんだったんですけど、まあ、あえて、まあ、海ひなさんとか推したんですけど、牛的には、浅野姉妹プロジェクトさんとか、あとはですね、舞鶴よかどさんとか、まあ結構多いんですけど、2時3時の歌子お姉さんとかも好きだったりするんですけど、